おはようございます。ウェザーニュースの鈴木里奈です。今日4月16日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは今日の天気の流れを確認していきます。今日は前線が離れ広く天気が回復します。西日本や東日本は日差しがポカポカと感じられ気持ちの良い週明けとなりそうです。では続いて見ていきましょう。北日本の日本海側は日差しが届いても雲が優勢の空です。にわか雨や山間部では雪の降るところもありそうです。また北海道は空気はひんやり、寒さ対策をしっかりとしてお出かけください。では続いて見ていきます。東海のエリアも日差しが届くものの午後は雲が多くなります。静岡県ではにわか雨の可能性があるので折りたたみ傘があると安心です。今日の天気の流れを見ていきました。それではアイコンでも確認していきましょう。西日本、東日本、日差しの届くところが多くなります。北日本の日本海側は雲が優勢でにわか雨やにわか雪の可能性があるのでお気をつけください。また北海道、雪の残るところでは凍結やぬかるみに注意が必要です。北陸や北日本では昼間でも空気はひんやりとしますので寒さ対策が必要です。西日本、東日本は過ごしやすい陽気となります。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。